皆さんこんばんは、えー。大変ご無沙汰してしまいました。戸田和之です、ね。本当に大変ご無沙汰してしまいました。もうどれぐらいちょっとこの YouTube チャンネルを開けてしまったのかわ、えー、からないんですけども、すいません。大変ご無沙汰してしまいました。えー、ご無沙汰した理由はおそらく、まあ主に二つだと思うんですが、一、まあ、つはもともとこのチャンネルであの、おこなしたようなことが、仕、え、事、ーまあの中でできるようになったっていうのが多分理由の一つ、まあ大きな一つで、 で、アベマ t v の方で今、プレミアリーグをね、あの、中継してるんですけども、そちらのあの、試合後に振り返りのコーナーがありますので、まあ、ご覧になった方多いと思うんですが、実際の試合の映像を使って、まあ、その試合の中での <laughs>、まあ、ポイントとなる要素を説明したり、もちろんチーム戦術、グループアクション、まあ、個人のテクニックアクション、判断とか、その、これのことを、まあ、何進か選ばせてもらいながら、まあ、試合に対する <laughs>、 まあなんかこう説明、まあ、理解が進むような形の紹介をする、まあ、要はここでやったのと一緒のようなことなんですけど、まあ、それをできるようになったっていうのは、おそらく YouTube チャンネルの方が少しあの動かなくなった理由かなと思います。でもう一つは、えー、と現場を持ってますので、まあ、シーズンがやっぱりこう進んでくると、まあ、より重要な試合が増えてくる、まあ、その中での準備とか、まあ、いろんなこういう仕事が増えてくる、まあ、これもあったと思うんですけども。 まあ、もともとこのチャンネルで、なんかこうやってみたかったことが実際の仕事でできるようになった部分もありましたので、それでおそらくは、ちょっと稼働が止まってしまったと。そんなことだと思います。申し訳ありませんでした。で、まあ、日付変わったんですけど、昨日の朝、来シーズンから現在 J3 のシーサーミラーで、監督としてまた、ネクストチャレンジを、ということのリリースが出ましたので、まあ、せっかくそういったまあトピックじゃないですけども、 えー、ニュースも出してもらいましたので、えー、せっかくなので <coughs>、すいません、こちらの、えー、チャンネルでも動画を出させて、えー、もらおうと思います。え、2013シーズンで現役を終えたんで、ちょうどブラジルのワールドカップの年な2014年ですね、えー、解説業の方に、えー、フィールドを移すことになったんですが、 まあそれよりだいぶ前なんですけどもまあもう選手をしている時からだいぶなんかあーまあチームのこととかもちろん戦術もそうですし、まあ、自分があの試合に出る自分がプレーをするも,もちろんそうなんですけどもそれ以外のこととかもっとなんかこうもちろんチームスポーツなんでそういったものに関係するものいろんなことに関心が向くようになってたんですけどももう30歳になる前ぐらいには多分まあ次というか選手を辞めたら。 指導者の方に行くんだろうなって、なんか漠然と感じた自分も、えー、いまして。ですので、まあ引退をしたタイミングで、えー、まあなんとなくの方向性は見えてましたと。<laughs> ただまあ引退したタイミングで、まあどこかのクラブに入れるような状態には、まあ、実際なかったですし、まあ選手をやりながらでいろろなことを学んできたんですけども、まだまだなんか指導者っていう,う また別の立場には慣れてないですし、まあ、そういった立場になるためには自分で多分足を使ったりいろんな勉強をしなきゃなっていうところもありましたのでまあフリーになってその中で、まあ、また一つ新しいフィールドっていうところで言うとまあ自分自身をこう発信していく見せていく、まあ、自分としてのなんかまた立場を作っていくっていう意味では、まあ、いわゆる解説者というのは 良いチャンスかなというところもあったんで、えーまあ、そちらにフィールドを移しながら、同時に指導の勉強とマライセンスも取って、で、チームを持って今 4, 4シーズン目なんですけども、って流れなんですけども、まあ引退してから8年ですか。で、まあ来年から、まあいよいよじゃないですけども、J リーグの方に、えー、仕事場を移すと、そういう決断を、えー、しました。 ですので、えー、まあ、イコールで、えー、言うと、解説業の方は、今シーズンで終わりになりますと。で、まあ、同時にこのチャンネルも、おまあ、基本的には、まあ、ここで何かを出すことはなくなるのかなとは思うんですが、まあ、でも別に、えー、あのー、いろんな監督のあり方はやっていいと思いますので、まあ、別に監督しながら、 解説をししてももいいんでしょうけどさすがになかなかそこまでできる余裕は時間も含めてなくなると思いますのでえまあ8年間一生懸命あのサッカー解説者フットボールコメンテーターとして仕事に取り組んできたんですけどもえ今年だな今年をもちまして。 えー、まあ引退という形になるんですかね。8年やってきましたので、まあ自分の中ではかなりこう、腰据えて、本腰入れて、まあ、一生懸命やってきたので,で、このタイミングで解説業に区切りをつけることなんで、まあ、引退ってことになるのかなとは思いますと。ただ、11月に関してはですね、まあ、ワールドカップの方で、ね、いくつか解説させてもらうことは決まっていますと。で、あとは、 まあなんかこう、終わり方じゃないですけども、まあ実際にいろんな、あ方にお世話になって、解説者としても仕事をさせてもらってきて、で、まあ区切りをつける形になるんですが、やっぱり、えー、最後もう一度、この人と、えー、中継したいな。 いう気持ちもありましたのでワールドカップが終わった後にもう1試合だけお願いをしましたまだちょっとカードが決まってないんですけどもえ11月はとりあえずワールドカップの方がいくつかあってでワールドカップが終わった後に1試合だけなんですけども12月の末にえ解説を担当させていただいてそれでえまあ8年頑張ってきたんですが解説者の方解説業の方は区切りをつけたいと思ってます やっぱり次のチームの方に向かうための準備って結構いろいろ必要で、で、同時に、えっと、シビアシティシノは、カントリーグ昇格に向けたトーナメントも実は残ってますんで、まあ、これ全部やるのは相当大変だとは思うんですけども、まあ、うまくあの、優先順位をつけながら、えー、しっかりあの、自分の責任を果たせるように、え取り組んで、え次に向かっていこうと思いますので、えー、まずは、 まあ、サッカー開催者としての自分を、えー、支持していただいて、えー、多くの試合を一緒に、えー、見てくれた皆さんに、えー、これまでの、えー、感謝を伝えたいと思います。で次に今,今現在渋谷シティの方で <laughs>、えー、テクニカルダイレクター兼コーチという,う,う役職のもと、まあ、ずっとシーズンを戦ってきていますので、えー、渋谷シティ FC を常日頃から応援してくれている皆さん、えー、それからサポートしてくれている スポンサーの皆さん、なかなかお会いできる機会はなかったんですけども、まあ、あと、一息といっても、まだ、厳しい試合が待ち受けてますし、連戦になるので、本当に難しいとは思うんですけども、なんとかアントリーグ小学校を達成できるように、引き続き努力をしていきますので、よろしくお願いします。そして、一年間ありがとうございました。で、椎澤美原に関するお話については、また、時間を取ってしようとは思ってますので、 えーまあ、今日はこの辺りで終わろうと思うんですけども、まあ、新しいチャレンジを行うにあたって、やっぱりそのクラブが今日までどのような形で歩んできたのかという歴史の部分と、本当に今日までクラブを成長させてくれたすべての方に、リリースの文明の中でも知るさせていただいたんですが、心から感謝をしています。そういった方たちのご尽力と、 えーまあ、気持ちですね。クラブに対する気持ちと <laughs>、実際にクラブを大切に大切に育んでいただいた今を、しっかりあの未来につなげていけるように、えー、新しい、えー、スタッフと一緒に、えー、魅力的なチームが作れるようにで、未来ある若者を一生懸命サポートして、みんなで成長して高みを目指せるように、えー、しっかり準備をして臨んでいきますので、えー、引き続きあの SC 相模原を サポートししししてて応援してくくれ皆さんよろしくお願いします、えー、今日は、ちょっと久しぶりの動画になったんですけども、まあ、自分が次の挑戦に向かうという、そんなあのリリースが出たタイミングでしたので、久しぶりにちょっとチャンネルの方を活用させていただきました。で、まだあ年内時間がありますので、 ちょっと僕がお話をしたい人との最後の動画を出させてしまったり、まあこんな形で今年終わっていこうと思いますので、えー、試合の振り返りのもちょっと、ワールドカップも、ね、これから始まりますので、えー、出すかもしれませんが、また、もうしばらくこのチャンネルの方も、えー、お付き合いいただけたらと思います、ね。それでは今日はこの辺で終わろうと思います。えー、今夜も最後までご視聴いただきありがとうございました。ね、ちょっとご無沙汰してしまいましたが、また引き続きよろしくお願いします。